ストの井田由美です。初めてセルビアのグランドハイブリッドを弾いた時の第一印象はとても性能が良くて電子ピアノもここまで進化したんだと本当に驚いたんですね。3つの音色を選ぶことができるのもこの楽器だからこそできることで、ただ単に音が変わるだけではなくてまるで3台の異なるピアノを弾いているようなことを感じることができました。ピアニストの山口正俊です。私がセルビアのグランドハイブリッドと出会って感じたことは、まず何といってもアクションの性能の良さがあるんですね。またグランドピアノを弾いている時と同じような感覚で弾けるので、そのタッチ感が素晴らしいと思いました。この弾き心地っていうのが演奏家にとってとても大切なので、長い歴史を経て完成したグランドピアノとテクノロジーが見事に融合した楽器の誕生に大変心が震えたことをとても覚えています。私たちは技巧的な連弾作品であったり、とても音数が多い曲を多く弾くんですね。これまでの電子ピアノだと少しこう響きに物足りなさを感じたり、速い動きなどが弾きにくいなとちょっと感じることがあったんですけれども、この楽器はそんなことを感じさせずに、グリッサントであったり速いパッセージトリルも生のピアノよりも弾きやすいと感じるほど上手に音がいい響きが作れるので、とても嬉しく思っています。会場によって音色が変わるので、今日は普段以上にソフトペダルを多く踏んだかもしれないですね。会場の雰囲気、響きの具合だったり、それによっても変えるっていうのは本当にグランドピアノと接しているのと全然変わらず、私たちは自然と演奏しています。録音機能を私はお勧めしたいと思います。私たちはデュオ活動していますので、例えばどちらかの私だけのパートだけを録音してそれに合わせて演奏する、逆をしてみたり、お互いが一緒にいられない時でも、連弾の練習ができるという便利な機能がありますね。もう一つとても楽しい機能があります。それはコンサートプレイという機能で、生のオーケストラと一緒に共演できてしまうんですね。従来の電子ピアノのイメージとしてはソフトペダルを踏めば音が小さくなるだけというイメージだったんですけれども、こちらのセルミアーノは音色を変えるため弱音の音色だったりフォルテの時もソフトペダルを多用することで音色の変化を作ることができるんですね。多種多様な弱音を見事に応えてくれるっていうので、私たちはテクニックを伸ばすための育成としてもぜひこのグランドハイブリッドを使っていただきたいと思います。この楽器はペダルもハーフペダルなど細かな段階で操作が可能ですし、響きを聞きながら耳を使ってコントロールするので、耳を育てるというところにもつながっていくのではと感じています。グランドピアノの最高にいい状態を常に維持した中で演奏することができますので、自分の音をよく聞く、とても音が美しいのでずっと聞いていたいっていう、そういったまず欲求が働きますので、そういった入り口からどんどんテクニックを磨いていけると思いますね。これから初めてピアノを習いたいっていう方も、弾いてみるとこんなにいろんな音の響きの豊かさがあるんだという新たな世界に出会うことができるので、今後のこのグランドハイブリッドの活躍ぶり、私たちは大変注目しています。